はい、こんばんは。うさです。今日はご覧ください。なんと、ぷくりぽー。男の子、ぷくりぽー。三匹に囲まれ、イケメンぷくりぽー。三匹に囲まれ、逆ハーレムなところからスタートでございます。お久しぶりのドラクエ10になっちゃうのかな?ということで、この、今をときめく話題の、シチリアさん、モコスカさん、そしてシアシアさんと、三匹のイケメンプクリポーにお手伝いしていただきながらサポートかなんだかよくわかんないこと言ってるな。舌が回ってない。はい。サポを使わせていただいて、今から、週間やろうかなって思っております。さあ、今日は、一応これは生配信ではなく、録画配信になると思うんですけれどもね、このように、ヤキイカに乗って始まりました。雑談形式でございます。っていうのもね、ちょっと真夜中なのでね、多分これは、お友達はあまり皆さん、お忙しかったり寝ちゃったり、してるだろうと思われるので、はい、こういう形を取らせていただきました。何しろね、最近、始まった、ソシャゲっていうのかな?ドラクエウォーク。はい、あれのおかげでですね、また、やることが毎日の日課として増えてしまいまして。あれ、大変ですよね、意外と。本当にリアルに歩かされまして。で、ちょっとね、なんか最近お友達も増えて、お土産交換とかすごい楽しくなってきたんですけれども、都道府県のお土産を送り合えるという、素晴らしい機能だと思うんですけども、あれが、ちょっと、問題、ありますよね。最初の一回だけが持ってるジェムでもらえて、あとは課金になっちゃってるようですね。さすがにちょっとソシャゲにあんまり課金をする習慣がね、そういう風にある方だったら多分何の抵抗もなくできてしまうのかもしれないんですけども、私あまり実はソシャゲに課金したことがなくてですね。ちょっと抵抗を感じてしまっておりまして。はい。どうしようかなって悩んでいるところです。ただお友達とか増えてしまって、すごいありがたいんですけども、すごい皆さんに日頃の感謝を込めてできることならば、東京のお土産をぜひお渡ししたいと思っているのですが、まさかの、リアル課金でちょっと、はい、戸惑っている、うさでございます。でもなんとかしようと思ってるので、フレンドになってくださった皆様、ちょっと、首を長くして、お待ちください。トリカラトプス。はい、美味しそう。トリカラ、たら、揚げたて、鶏からトップス。はい。衣はカリカリの方がいい。クエスト、はい、ちょっと見せて、鶏からさん。ローヌ、真のローヌ。真のローヌにいたっけ?鶏から。まあ、行ってみよう。はい。ということで、ドラゴンクエストウォーク。結構頑張ってはいるんですけれども、だいぶレベル自体と、あと、何ですか、冒険ランクみたいなやつは、だいぶ上がってきてはいるんですけどね。何しろそこ、そのお友達に、フレンドになってくださった方に、送れるはずの、お宮が、何しろ、リアル課金、というところで、ちょっと悩んで止まっている、そんな、うさです。でもできたらいいな。
ローヌってあれか、なんか秋っぽいところの、秋っぽいところ、秋って、あれ、オータムなところの、ここら辺だっけ？これワルド水源だ。あれ？どこだっけ？どこだっけ？これは、あっちだっけ？あっち？あっちではないな。ここら辺？すごい久しぶりすぎてなんかいろいろ忘れてるわ。ロボスだ、これ。へへ、いっぱい忘れてるわ。ローヌってどこだっけ？ちょっと止まれ。あっちの方か、もっと奥の方か。あっちの秋っぽいところだ。そう、秋といえば本当に秋です。外の方では今、鈴虫なのかちょっとわからないんですけど、虫のことをあんまり知らないので、いわゆるなんか、リンリンと鳴く、リーリーと鳴く、虫の音が、はい、聞こえるようになってきております。でもね、ギリギリ、つい、先週かな？行ったところでは、私、仕事場の近くのところに、ちょっとだけ、あれなんですね、あれがありまして、緑があるところに行きまして、多分最後の、これが最後だとばかりに、セミが鳴いておりまして、ああ、まだ、頑張ってる、とちょっと、頑張れ、すごい思った記憶はあるんですけどね。なんというか、セミがもう終わって、もうそろそろ、あれだね。今度は、鈴虫かなんかが鳴き始めての、そしてそれがもう鳴かなくなって、声も聞こえなくなると冬になるんですよね。そう考えると冬ってね、ちょっと寂しい感じもするんだけど、何分私が冬生まれなので、まあかなり嫌いではないんですけど、雪とかもね、やっぱり、いっそ寒い時は雪が降ると許せるっていう感じですよね。そういう感じの冬がやってくる。まあまだ暑いからかな。なんとなくまだこの、なんか、冬のそういう、寒さとかちょっとだけ恋しい気がしたりするんですけどね。でも現金なもので多分ね、今度はその冬になったらクソ寒いって言い出して、夏が恋しいとか多分言い出すんだろうなってことも分かってます。いわゆるわがままってやつですよね。分かってんです、そこも。理解はしてます。自分のことなので。鳥からっていう割にはあんまり美味しそうな色ではない。トゲトゲしてる。うん。こいつも結構昔はすごい結構強敵だった気がしますよね。あんまりこの仲間呼びすごいやってたけど、仲間呼びすぎると自分の首絞めて、本当いざとなると、やばい時は、さっくりと全滅したこともあった記憶があります。どのゲームにおいてもそうなんですけど、私結構装備とか武器を育てるとかこう、なんて言うんだろう、新しいのに変えていくっていうところがどうしてもちょっと疎くなってしまうタイプででしてね。なんだろう。武器とか装備が、どんどん強くなるっていうのも確かにわかってるんですけど、武器とか装備にその時ののには愛着が湧いてしまうっていうタイプでもあるんですね。で、つい、それを、そのまま使えるところまでギリギリまで使っちゃおうとか思って、やってしまうために、まあ、貧乏症とも言うんですけども、そういうことも手伝いまして、なかなかどうして、そんなこともあります。だからドラクエもそうだし、今頑張ってるモンハンもそうなんですけども、割と、こう、いつまでも、なんか、世代的には2、3世代ぐらい昔の、前世紀の頃の武器や装備を、いつまでも持ってるって感じなんですけど、
構ガチ勢の友達なんかにはやっぱ怒られる案件なんですけどね。はい、反省はしてるんですけども、実際あのどうしても自分がそういう性質のためになかなか改善しないのも、はい、申し訳ないんですが、そういうところもありつつ、だってこれ見てくださいよ、まだ斧ですよ、斧。これいつの斧ですか、このしかもなんかこれバランガルックスってやつだっけ、なんか多分斧がすごい全盛期の頃のやつだったと思います。無双、これで言うところの、あ、今、あ、まだ持ってるわ。斧無双。そう、これがすごい全盛期の頃ってあったじゃないですか。あの頃のやつですね。その頃の名残です。私まだそういうのを大事にしてしまってるんですね。今はね、体験とか、まだ片手剣とかの方がまだ、すごい、ときめく、流行りの、武器だったりするんですけどね。本当にこれは怒られるわ。そりゃ怒られるわ。あれどこ行った？呼んでない？あ、誰も現れなかったのね。Pさんのお友達がいなかったのね。頑張れ。はい。そうなんですよね。で、この間なんですけどね。プレイベで、有名な、プレイベの、メイヤの部屋っていう、あのメイヤさんがやってるイベントに久しぶりにお邪魔したんですけれども、前なんかで一回行ったことがあるんですけどね。それでそちらの方にこのシチリアさん、私の方も何度か、こちらの動画の方でご一緒したことが確かあったと思うんで、過去動画に、はい、アサルト出てくると思うんですけれども、お名前まだエンディケさんだったかな？なんかエンディケさんっていう名前のプクリッポさんで来てくれた頃、その頃の動画とかあるんですけども、結構遊びに来てくださったりとか、動画見てくださったりとかしてる、すごく優しい方なんですけども、まあ、このシチリアさんが、そのメイヤの部屋のメイヤさんのところのプレイベの、ゲストさんだったので、つい先日、それを応援するためにちょっと行ってきたんですけれども、はい。すごい本当はシチリアさんって今ツイッターの方ではすごい、なんだろう、漫画を描いて二次創作ってやつですか？漫画描いてらっしゃって、ドラクエ10の漫画なんですけど、描いてらっしゃって、それがすごい本当お上手だったり、お話が良かったり、本当いろんな、こう、身につまされるような、お話、ストーリー、胸にじんとくるようなセリフ、そういったものが本当多くって、共感される方が多くって、今すごいときめくファンが多い方なので、そりゃもうその回は、すごいお客さんの量でしてね、あまりにもすごくって、多分みんながこう、白茶で、白チャットで結構お言葉をかけるんですけども、もう埋もれちゃいそうだったので、あえて、この赤毛玉は赤毛玉で行ったんですけれども、ちょっと静かに、そっと静かに、後ろの方で黙って、はい、拝聴させていただいてきたんですけれども、面白かったです。いろんな裏話も聞けましたし、それこそ、なんだろう、普通は聞けないような、こう、クリエイター観点の、お話、お言葉だったり、そういったものがね、いっぱい聞けて、すごい楽しい回でした。ああいう回ってすごくいいですよね、やっぱり。普段、やっぱりみんな、どなたでもそうだとは思うんですけど、その好きなプレイヤーさんとは、お話もしたいし、お話も聞きたいし、できれば仲良くしたいっていうところはすごくあると思うんですけども、実際ね、それをやろうとすると、どこにいらっしゃるのかとか。まあ、例えば、どこにいますみたいなことを、ツイッターでご本人がお知らせしてくれたとしても、そこに行く勇気が必要だったり、その時に行けたとしても、今度は、ひっそりとこう、遠くで見守るだけで、ちょっと今度、お声をかける、その勇気、結局勇気なんですけど、それがなかなか絞り出せず、結構、
隅っこの方で見守ることってありませんか？私もあります。はい。ので、やっぱり、そういうこともあって、なかなかこう、自分からどうにかしたくても、実はしたくても、いけない、踏み切れないってことを多いと思うので、そういう機会を作ってくださって、そういう空間に一緒にいさせてくださって、で、ハードルを下げてくださる。そういうチャンスを与えてくれるっていうのが、やっぱりプレイベだったりする、場合もあるので、そういう意味ではね、メイヤのお部屋っていうメイヤさんのイベントはすごいいいイベントだなって思いますし、いろんな方と実際お会いできたし、写真も撮れたし、なかなか会えなかったお友達とフレンド登録もできたし、そういうのはすごい大事だと思うので、今後もやっぱりそういったね、なんか触れ合いのプレイヤーズイベントは、ぜひ遊びに行ってみたいなって思ったりとかしております。はい。なんてことをね、うだうだ言っていたら、赤毛玉、はい。今週の週間は終了しました。はい。なんとか終わった。ふぅ。ということで、今日は、ちょっと、夜中なので、一人で、この赤毛玉さんが、頑張って、週間を、する旅、そしてしながらの、雑談コーナーでございました。今日の雑談としましては、そうですね、ドラクエウォークのお話と、それから、あとあれだね、その、プレイベのメイヤのお部屋、メイヤのお部屋かな、シチリアさんがゲスト会のご報告みたいな感じになりましたけれども、はい、そういう感じで、終了します。はい。てな感じで、雑談終了でございます。はい、ご視聴ありがとうございました。今日のはこれ、今回のは、配信、生配信、ライブ配信ではなく、はい、収録バージョンなんですけれども、また、ライブバージョンで、生配信で、入って、で、その時にいらっしゃるお友達と一緒に遊べたらなって思います。ぜひぜひその時には一緒に遊んでやってください。この赤毛玉喜びます。はい、という感じで、今日のはここまでにしたいと思います。ありがとうございました。はい、おちりペンペン。ペン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 。はい。という感じで、今回はこれにて終了、寝ようと思います。それでは皆さん、ありがとうございました。また、こちらの、番組、うさぴよの巣の方では、ライブ配信とかを始めたりしたら、お知らせが行くために、チャンネル登録とかをしておくと、お知らせが行くそうなので、チャンネル登録よろしくお願いします。あと、ツイッターのフォローなんかも、お知らせするようにしておきますので、ツイッターのフォローもお待ちいたしております。それでは、今日はここまで。皆さん、ありがとうございました。では皆さん、おやすみなさーい。またね。